負けてらんないなっていうか、自分も頑張んないとなって、知らない間に高め合ってたのかな、これがテニメなんだみたいな。そんな、なんか1年も空いてるっていう感覚なかったですね。集結したらすごい面白いものができるんじゃないかな。このツール1回に俺らを声楽みんなで挑むんだな、優勝する、必ず優勝するみたいな。涙が本当溢れそうになってきて、辛かったです。でも楽しかったですけど、喧嘩してぶつかって、やっぱ本当に大好きなメンバーだったんで、今だから思いますね。素晴らしいですよ本当に